さん、リンゴ置いてたらめっちゃ茶色くなりますよね。今日はこんな茶色くなったリンゴを元に戻す方法をお伝えします。そんな魔法みたいなことできるんかっていう話なんですけど、なぜ茶色くなるのかっていうのと、それをじゃあどのようにして戻っていくのかという原理原則が分かれば、最後にはなるほどってなられていると思います。まずはじめに、なぜリンゴが茶色くなるのか、そして実際に茶色から元の色に戻す実験、最後に味は果たして変わっているのかという順番でお伝えしていきます。ではまずはじめに、リンゴが茶色くなる原因を探っていきます。リンゴが茶色くなる原因は、リンゴの成分の一種でもあるポリフェノールが空気と反応して酸化するからです。じゃあその酸化したものをどのように元に戻していくかという時、還元という言葉を理科の授業で習いませんでしたか？酸化したものは還元することによって元の形により近づけることができます。すごく私たちに身近なのが10円玉だと思います。10円玉ね、はじめ製造された時はピカピカこんな感じの色なのに、使ってたら手垢ももちろんあると思うんですけど、酸化していってこんな色になる。じゃあこれを戻すのにどんなものを使いましたか？そう、レモン水。リンゴでもなんとレモン水を使うことによって還元することができるんです。これはレモンに含まれているビタミン C が酸素を引き剥がす作用があるため元に戻るというふうになっています。レモンの他にもビタミン C が含まれているものだったら何でも OK なので、今回はレモン水とオレンジジュースで実験していきましょう。しましたので見ていきたいと思います。あ、すごい。こっちがレモン水。はい、ということで実験が完了しました。続いて味は変わってるのか確かめていきたいと思います。まずこちらオレンジジュースの方から、気持ち若干オレンジ色になってるような気がします。ではいただきます。みずみずしい。でもなんか濃厚感、オレンジの香りと味がします。では続いてレモン水に入れた方、こっちはオレンジジュースよりは戻りませんでした。オレンジジュースの方が茶色い色がなくなりました。いただきます。やっぱりこっちはレモンの味がする。みずみずしい。リンゴは変色しても栄養素はあんまり変わりません。ただオレンジジュースという身近な、ね、飲み物で元の姿に戻すことができて、綺麗な状態で食べれるのであれば、まあ綺麗な、ね、見た目で食べた方がより美味しく、ね、感じますので、ぜひ試してみてください。またリンゴは毎日食べれば医者いらずと言われているぐらい栄養素が大変豊富なフルーツです。リンゴが旬の時期、この時期は特にリンゴも美味しいし栄養も満点なので、毎日みんなで食べていきましょう。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が役に立ったよと思われましたら、いいねコメントよろしくお願いします。またこのチャンネルではフルーツを最も美味しく食べれる方法や長く保存する方法など、これからもどんどん配信してまいります。見逃しのないようチャンネル登録もお願いします。それでは。
ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。